ません。まもなくガルグマク大修道院ね。ここを陥落させることは軍略的にも象徴的にも非常に意味があるわ。皆にとっては共に学んだ場所でもある。学友を盾にするような真似はしないと信じたいけれど、覚悟はしておいて。学友に思うところはないけど、同様に覚悟もないね。お前な、しょっぱなから士気が下がるようなこと言うなよ。俺はバッチリだからな。いつでも戦ってやるぜ。私には今ここにいる仲間以外に失うものはない。それで十分でしょ。故郷を離れた時、覚悟済ませました。私戦います。戦う覚悟ってどうやってするんですか？覚悟を決める覚悟ならできてますよ。あ、覚悟できないはずもない。私にとて追って立つものがあるのだから。みんなありがとう。それでは作戦を説明するわ。我々は遊撃軍としてガルグマクの中でも最も修道院に近い地区を攻撃します。エーデルガルト様や先生の顔を見ればセイロス騎士団も黙っていないでしょう。その間に残りの地区を本軍が全速力で攻撃殲滅する。いわば私たちはおとりであり、同時に敵の重要戦力を抑える役割も求められます。修道院周辺に最も詳しいのが私たちだからという理由もあるわ。ただ大司教がまた白き者の姿になる可能性も考えられる。みんな決して無理をせずに戦って。戦場での指揮は言った通り先生に任せるから。誰も死なないということこそ我らの勝利でしょうね、先生。シュバルツ・アドラーベイヤの初陣、必ずや勝利で飾りましょう。
諸君、勝機は必ず訪れる。今は選手に努めよ。城郭の外に防衛の陣、時間稼ぎですな。直ちにのける必要があるでしょう。しかし備えがそれだけのはずもない。伏兵も警戒した方が良いかと。左翼のラディスロバが押されているわ。ある程度の戦力を集めて押し返さなくては。先生、奇襲有利を思います。ねえ、行けるわ。行きますか。我が名はフェルディナント・フォン・エーギル。おっしゃ、行くぜ。焦らず戦おう。舞台に上がるより緊張するわね。私の力見せてあげる。さあ仕事だ。自慢にもならん。これが私の力よ。予想通りの結果ね。おりゃ、邪魔する奴はぶっ飛ばす。今だ、伏せていた兵で攻撃せよ。
てちょうだい。つまらん任務だ。のお味方です。綺麗な花にはトゲがあるのよ。こう負けるはずもないわ。残念だが、ここで死んでもらおう。女神に弓を引いた罪を悔いるのだな。せいで次や貴族の力を知れ。私に挑んだのが間違いだったな。大きなる者の力、見たか。なるほど。えいや、この経験は糧になる。ここは通しませんわ。ガルグマクは私がお守りします。はっ！
皆様をお守りしなくては。フレン、無理は許さんぞ。頼むから引いてくれ。わかりましたわ。お兄様もどうかご無事で。帝国に力を貸そう。心配しないで、今は味方よ。聞きたいこともあるでしょうけれど、戦いの後にして。じゃあ、行くぜ。舞台に上がるより緊張するわね。いや、ありがとう。焦らず戦おう。
けるわ。私の力見せてあげる。これが私の力よ。一歩行きますか。ご苦労様でした。先生、奇襲有利思います。仕事だ。フェルディナント・フォン・エーギル。レアを裏切ったことを断じて許さんぞ。これでどうだ。させていただく。苦しくなってきたな。だが何としても持ちこたえねば。これでいける。
許さぬ。レアを傷つける者は誰であろうと私が排除する。ここで私が引くわけには。セテス、フレン、ギルベルト、身を挺して守ってくれたのですね。もう少し時間が欲しかったところですが、もはや猶予はないようです。みんな出なさい。忌まわしきハントの手よりガルグマク大修道院を守るのです。立ちふさがる者はみんなぶっ倒す。レア様の敵は僕の敵だから。強く。って誇るほどの敵ではありません。ありがとう。
なたは僕が殺さなきゃ。予想通りの結果ね。おお、完全に。よし、この経験は糧になる。私に挑んだのが間違いだったな。礼を言います。私もあんたを見誤ってたみたいだね。こんなことをしでかしといて、まさか生きて帰れると思ってないよな。私の力見せてあげる。よし、これが私の力よ。さあ仕事だ。我が名はフェルディナント・フォン・エーギル。策を披露しよう。高貴なる者の力見たか。おっしゃ、行くぜ。これ
でいいかな。舞台に上がるより緊張するわね。これでいける。レア様の敵はこの雷帝でぶった切るのみ。今よ。レア様、すみません。どうかご無事で。いいのです。ここで命を落としてはなりません。その身で学んで。この経験は糧になる。チリル、あなたの働きを無駄にはしません。情けない。経験はいくらあろう。行けるわ。先生、奇襲有利思います。身の程が分かったかしら。あなたもハントの一味になり下がりましたか。相応の覚悟はしてもらいますよ。
驚きました。まだ止まらねえぜ。何の理由があろうとも、あなたを許し生きながらえさせることなどできません。それはこちらも同じこと。あなたを最後には撃たねばならない。ならば知りなさい、己の愚かさを。我ら女神の塔を敵に回す罪業の深さを。私が敵に回すのは教団だけ。全てを否定するわけではない。絶対に奪わせません。ガルグマクもお母様も。1181年初頭、新アドラステア皇帝エーデルガルト率いる帝国軍がガルグマク大修道院を包囲、多くの犠牲を出しながらもこれを陥落せしめた。時の大司教レアはセイロス騎士団を率いて帝国軍を迎え撃ち、自ら陣頭に立って戦うも苦戦。ファーガス神聖王国の王都フェルディアへと撤退し再起を図る。この一戦を機にアドラステア帝国はファーガス神聖王国並びにレスター諸侯同盟領への侵攻を本格化、フォドラ統一に動き始めたのである。
効果の章、精神の説、結露の先へ。帝国暦1185年、アドラステア皇帝エーデルガルトの即位からおよそ5年の時が経過していたが、フォドラの大地は未だ混迷の渦中にあった。ファーガス神聖王国では新王ディミトリがガルグマクを追われた大司教レアとセイロス騎士団を王都に迎え、協力体制を整えつつ王国西部で帝国軍と攻防を繰り広げている。レスター諸侯同盟領では名手クロードが同盟諸侯を意図的に反目させることで均衡を保たせ、中立を装いながら帝国の介入を防いでいる。そんな中、シュヴァルツァ・アドラー・ウェイヤを組織したエーデルガルトは戦線の膠着を打開すべく新たな動きに出ようとしていた。いつまで眠っておるのじゃ。お主の体はとうに目覚めておるはず。その目を開き、その足で立つのじゃ。幾度も血の雨が降り、大地は泣いておる。矢が落ち、槍で疲れ、泣いておる。誰かを傷つけねば生きられぬほどに、皆は苦しみの淵に立って泣いておる。そのすべてを飲み込めるのはわし。いや、お主のみよ。はあ、わしのことを忘れたと。いくらお主でもそれは許されんぞ。だてだて、甘える時間はしまいじゃ。まったく、いつまでも世話が焼ける。おい、あんた目が覚めたのか。大修道院の麓の村さ、あんたこんなとこで何してんだ。あんたが川から流れてきた時は驚いたよ。川の上流といやガルグマクだろ。あっこはすっかり寂れちまったからな。あんた知らねえのか。もうあそこにはセイロス教団はいねえんだ。あれから5年、根強く住んでる連中もいるにはいるが、町を治めてるのは今や帝国軍なんだぞ。なあ、あんた大丈夫か。頭でも打ったんじゃねえだろうな。今は1185年の精神の説、大修道院が陥落してからもう5年近くになる。本当なら明日は千年祭の日だったが、それどころじゃねえからな。うん、だけどこの戦争ばかりのご時世、それに大司教様も行方知れずとくりゃ、この世の誰だって祝福なんて気持ちにはなれんだろうさ。って、おい、あんたどこに行く気だ。正気か。帝国軍がいいんだぞ。悪いことは言わねえ。大修道院に行くのはやめとけ。俺は止めたからな。死んでも知らねえぞ。おい、まったく本気かよ。今日でちょうど5年。何も起こらなければガルグマクの千年祭が盛大に祝われていたはずね。誰が先生、本当に本物。あれだけ探しても見つからなかったのに。先生、今まで何をしていたの。
どこにいたの？こんな時に冗談なんて。先生が姿を消してから5年も経ったのよ。私がどれほど悔しかったと、どれほど心折れそうだったと思っているの。方々を探して見つからなくて、でもきっと生きていると信じて5年間ずっと戦ってきたわ。皆を率いてひたすらに戦ってきた。お帰りなさい。無事でよかった。5年前がまるで遠い過去のように感じられるわね。あなたは今も5年前と同じ気持ちでいる。私を助け、多くの人を敵に回してでも共に戦うことを選んでくれたあの時と、私は何一つ変わっていないわ。決意は少しも揺らいでいない。偽りの女神を倒し、多くの犠牲を踏み越え、本当の意味での人の世をつかみ取ってみせる。先生の覚悟を聞かせて。ありがとう。それで状況は分かっているわよね。またそんな冗談じゃないの？本気みたいね。いいわ、5年の間に何があったのか教えてあげる。というわけよ。戦線は膠着しているわ。教団に協力する王国は新王ディミトリのもとそれなりの結束を見せているし、同盟はクロードにうまく引っかき回されて内輪もめを装った中立を保っている。その状況を打開するため遊撃軍を修道院に入れて機会を伺っていたのだけれど、あなたが加わってくれれば一気に戦局を動かす算段がつく。敵対する王国軍や同盟諸侯、そしてセイロス教団を打ち破る時が来たのよ。学級は違えど、かつて同じ学校で共に過ごした仲間たち、彼らと戦うことを躊躇している人もいるわ。それに母国と戦っている人も。先生の存在はきっと彼らにとっても大きな心の支えとなるはず。よかった。それじゃあ皆のところへ案内するわ。シュバルツ・アドラー・ベイヤーはあなたの帰還を信じて待っていたのだから。これは懐かしい顔ですな。先生ではありませんか。ご無事で何より。先生メルデス、わかりますか、生きてたんですね。うおー、今俺たちは翼を得た。こんな嬉しいことがあんのかよ。夢か。夢違います。先生最高です。挨拶覚えました。お帰りなさいませ。あなたのいない遊撃軍はどうにもパッとしない気がしてね。嬉しいよ。5年ぶりね。あなたにまた会えて生きる希望が湧いてきたわ。やった、これは楽をでき。先生が無事でよかった。感動してます。久々の再会はどうかしら。先生、皆も嬉しそうね。なんだよエーデルガルト、お前が一番嬉しいんだろ。先生の行方が分からなくなってめちゃくちゃ荒れてたもんな。もちろん我々も尽力してきたがね、先生がいればと思わない日はなかったよ。エーデルちゃんは皇帝で、
先頭に立って私たちを導いてくれる存在だったけど、その背を押してくれる支えとなってたのは先生だったっていなくなって気づいた。私たち悔しいですけれど力足りません。エーデルガルド様の本気応えられる、それ先生だけですから。まあ僕はいるだけで笑顔が増える先生の存在はただすごいと思いますけどね。貴殿が姿を消して5年、誰一人欠けることはありませんでしたな。あなたを慕い、あなたの指揮で戦うことを望んだ仲間よ、私を含めてね。シュバルツ・アドラーベイアの再始動と行きましょう。標的はすでに定まっています。ええ、王国と教団、この2つとの全面対決に踏み切る前に同盟領を落とすわ。と言っても全ての同盟諸侯を蹂躙するわけではない。反帝国の旗印であるリーガン家、その領とデアドラが当面の目標よ。まずは同盟領と帝国領とを分かつアミッド大河を越えなければなりません。そのためにも大河に架かる橋の一つ、ミルディン大橋を落とすというわけです。ミルディンは修道院と帝都を東回りにつなぐ最短の進路上にありますからな。橋には同盟軍の砦が築かれている。それを奪って北上のための橋頭保とするわ。同時に橋を防衛しているダフネル家のジュディットを撃つ。そのままダフネル領を抑えることができればかなりの優位に立てるの。みんな気合を入れて、次の戦いは大きな意味を持つ。この戦乱の世に幕を下ろす第一歩、終わりの始まりよ。突然だけど感謝してますよ先生。何の話って顔してる？私の好きにさせてくれていることよ。あれから私に意味深な視線を送ってくるのも減ったし、私がどんな男と言おうと気にしないようにしてくれてるでしょう。それはそうでしょう。先生からの愛を感じたわ。先生、少し昔話を聞いてくれますか？帝都アンバルの裏通りで泥水をすすっていた孤児の私はマヌエラ先輩に見出され、ミッテルフランク歌劇団の歌姫として華々しい世界に足を踏み入れました。そこでは多くの出会いがありましたが、私のことを見てくれた人はいませんでした。私は名もなき神秘の歌姫であり、若くて華やかなだけの女でしかなかったんです。私の見た目や歌声ばかりをやたらと褒め、入りもしない贈り物を山のように、いつか私は老いて見た目もだんだんと陰って、声も変わり歌も歌えなくなってく。そうした時、私には何が残るんだろうって思ったの。きっと帝都の裏通りに戻って天涯孤独の身で人生の幕を下ろすことになる。それは口説き文句かしら。だったら嬉しいけれど、私はもともと何も持っていなかった。いつそこに戻るとも知らない。だから探してるんですよ。こんな私でも愛してくれる相手を、歌劇団の歌姫じゃなくて帝都の裏通りに佇む身寄りのない娘を拾ってくれる、そんな物好きな人を求めてね。
ダメね。もっとお腹から声を出さなきゃ。おー、わかる？一人くらい。なあ先生、ずっと悩んでることがあんだよ。俺まだ生徒だった頃、俺が追いかけてったせいで死んじまった怪しいやついたよな。騎士団の人には叱られちまったけど、俺は間違ってなかったと思ってた。でもこうして戦場に出て、ここにいましたか。時間もないので手短に報告いたします。行軍中の騎士たちが盗賊団と遭遇し、激戦の末これを討伐しました。こちらもかなりの兵数がいたのですが、突発的な戦いで相手も手強かったため、騎士にも死傷者がそれなりに出てしまいました。それなのですが、今回討伐した盗賊たちは皆揃って腕にサソリの入れ墨を入れておりまして、もし見かけたらお気をつけようと注意喚起に参りました。いえ、では私はこれで失礼します。偶然ってのは怖えな先生。俺がその話をちょうど仕掛けたところにこれだぜ。だけど騎士の連中には死人が出たって言ってたよな。俺があの時飛び出していっちまったせいで犠牲が増えたんじゃねえか。先生の言う通り、黙って後をつけてりゃ盗賊団もあの時に討伐できてたんじゃ。そんなことわからねえじゃん。でも騎士が死んだのはひっくり返らねえ。俺のやり方が間違ってたんだろ。そう言ってくれよ先生。Thank you.